こんにちは。どもどもどもじゅんじです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は一ノ関、今日の一ノ関はね、36度予報だってよ。参ったな。先日ね、春お蕎麦屋さんの動画にコメントいただきまして、美味しそうですねって、今日はもうエビ徳で食べちゃったから今度寄ってみようって。エビ徳さんってまだ行ってねえなーと思ってね、早速飛んできましたよ。ナビで言うとね、この通りの右側なんだよね。あ、いだいだいだ、あ、右サイだ、確かに。これ U ターンできっぺか。あ、できるね。じゃあここで U ターンして行ってみよう。俺知ってるあれ。うん、エビ徳さん俺何回も見てね、気になってだった。日本一のエビ井戸があってね、いっつも見てだった。これ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 。はいと、次ましたよ。エビ徳さん。エビ徳さんでいいんだべな。エビのりさん。まさか、エビ徳さんだべ。ねえ。なんちょな料理出すがもね、調べねえで、とりあえずやってきましたが。まあ、行ってみっか。それでは、アイドガン、お邪魔ちまーす。はい、お昼過ぎですけどね、並んでました。一人だからカウンターでヨガンスが。はい。さーてと。あ、日本一のエビがいいだな。うん。じゃあ、静岡産のうなぎだど。浜中のやつだな。6000円だど。定食でね。あれ？土曜の牛は、あ、来週か。来週30日な。これ一人で食ったらね、母ちゃんに読まれってな。いくら動画のためとは言えねえ。まあ今日はやめとくべ。変なとこでね、雷が落ちてもね、おっかねえから。お、これでいい。これこれ、天ざるでね、そばで行くがな。すいません、天ざるのそば。はい、一つおくれんせー。はーい。じゃ、ウニもいたじゃ。うなぎはね、はいはい。入った。つましたよ。これがね、エビ特産の天ざる。じゃあ、うん、まそうだよこれ。はい、ということでね、行って食べてきましたよ。今回はね、天ざるをいただいてきました。矢組はね、定番のネギと、わさびと、もみずおろすとね。そば粉はね、太めの二八そばですね。盛りが三つに分かれて乗ってきたのかな。おりゃね、このエビ徳さんのそば食って思い出すた。一ノ関の人がどうはね、こういう太めのね、そばが好きだっけものね。市内の有名店なんかね、もっとこれの3倍ぐらいね、ぶっといのだけものね。それがまだソウルフードだつものね。おりゃ、これぐらいがちょうどいいな。運命が。そばもそうだどもね、このそばつゆ、キンキンに冷えてんの。これがね、運命だ。いや、この食べやすさとかね、この冷えたそばつゆ、これもね、一味だと思うよ。せっかく運命のにね、そばもぬるい、そばつゆもぬるいずどこがね、多々ありますからね。このちょっとした気遣いがね、大きな差になってね、行列を生むんですね。でね、
たずまいも。いや絶品だね。軽やか。サックサクだね。あ、脂っこいんだべか。まだね、エビ天もね、衣をまだ一回揚げてからまだつけてんでねえかな。いずれね、くずあたりもよくて、サクサクでうんめえ。エビ天はもちろんね、こりゃ日本一のエビフライもね、うんめえのわかるわ。ほれ、このエビ込みで、まだパン粉見てたのね、つけた感じだね。これがね、めったりしてねえの。ほんとにね、軽やか、サックサク。今回もね、塩で食ったともね、ほうに抜群だ。運命エビ天だ。今回もね、コメントいただいて、こうして美味しいものに出会えて、ほうにほに感謝です。ということでね、今回は一ノ関のエビ特産、紹介しましたよ。ありがとねー、ごちそうさまー。 ABC の海岸でカニに挟まれた。いいでいいで、話せ話すもんか、ソーセージてか、ほんだらねー、バイバイー。